生放送をまとめ、まず青ジルレガートが裏まろか裏しらに出現。これトランプでゲットできるやつだね。割と早く実装されたね。私トランプ買ってないから、すごい嬉しい。で、これ青ジルレガートともう一体の二択らしいね。出るとしたら。ただイラストはまだ間に合ってないみたいで、この青ジルレガートしか出てない。で、裏まろと裏しらどっちの方が確率高いよとかはまだ言われてなかったね。で、難しい方が確率高いんじゃないかなっていう、まだ実装前のこの感想です。裏次元の案内人。これはある期間あるタイプのモンスターのパラメーターが上昇しますよってやつだね。それが今回、四つ もう常設されるみたいな。だから一番上が、例えば神タイプ強化、二番目が体力タイプ強化、三番目が悪魔タイプ強化みたいな。もう常設してるから、自分の好きなとこにいつでも入れますよっていうのが、この新しくなった四つ、もうフラを常設するってことだね。ちなみにタイプはこんな感じで分かれてるね。上に神体力タイプ強化、悪魔バランスタイプ強化、ドラゴン攻撃タイプ強化、マシン回復タイプ強化。出来すぎはこんな感じになってる。これが裏次元の案内人。で、次、裏四次元の単ーン放射、実装決定。星6以下のモンスターがダンジョン潜入時に強化。私ね、こういうね、レアリティ、 の縛りのあんま好きじゃないんだよね。自由に組みたいなっていう感じが正直な感想です。リアリティ修正。モンスター購入で一気に購入できるようになる。タマドラが今まで1体ずつしか買えなかったのが、最大30体まで一気に買いますよ、みたいな。タマドラ以外のモンスターで購入、売ってるモンスターを買えるみたいな感じだね。で、モンスターの売却時とかに警告出てるじゃないですか。本当にこのモンスターを売ってもいいですかみたいな。それをオンオフできるようになるらしい。で、次、水アテナ、闇アテナの進化決定。これ10周年で10周年記念ダンジョンで、そのこの2人の進化の軌跡が落ちるみたいだね。まだ10周年先だから、まだ進化起ないと思う。はい、次、10周年前 イベントこの期間にログインされた魔法石が20個もらいますよ、合計で100個もらいますよってやつ。で、ついにウルトラマンコラボ決定わからんはい、こんな感じの生放送だったね。個人的には、うわーみたいな。正直、盛り上がる要素っていうのはあんまりなかった気がする。なんかいつもの生放送だなーっていう感じがするね。ただ、ウルトラマン好きな人だと、このウルトラマンコラボ、結構激アツなんじゃないかなーっていう感じがする。だから、私的には、1月より2月の10周年の生放送がすごい楽しみだねバ。イバイ